もしもし。ちょっとスピーカーにして。してます。いや、あのさ、すけちゃん、その前に赤ずちゃんと知り合い？いや、知らない。赤ずちゃんと仲良く。面識ないんだ。けどちょっと後でいい。あ、後で。赤ずちゃん後でね。ちょっと待って。いや、俺が。いやさ、ティナさ、あのさ、あのさ、そんな怖い顔してさ、かなりさ、そもそも顔が怖いの。とりあえずね。そんな顔、怖い顔してさ、10万ちょうだい、10万ちょうだいって、統括。まあ、不当請求。不当請求じゃなくても、まず、そんな怖い顔して10万ちょうだいって言い続けることが恐喝。しけちゃん、俺も悪いんだよ、配信のノリでね。やっちゃ、アンケでやっちゃったから。でもさ、それでもさ、まずさ、そんなさ、怖い顔してさ、10万ちょうだいって言われたら恐喝、恐喝だよ。しかもさ、10万ちょうだいしか言ってないじゃん。なんか、ピンキーちょうだい、ピンキーちょうだいとかいう CM なんかずっと言ってるやつ。ずっと言ってるやつ。わかる？ずっと永遠に言い続けるやつ。あれみたいな感じ。10万ちょうだいしか言ってないのよ。10万ちょうだいしか言ってないのよ。ねって。聞いてる？ゼロは。もしもし。ちなちゃんが聞いてるよ。いや、ちなちゃん聞かなくていいよ。ゼロは聞いてる？ 10 万ちょうだいしか言われてないよ。そうだよ。だから金目なんじゃない？ホスト行く金が欲しいと思ってるよ。うん。俺は傷ついてるよ。俺ほんとちゃんとしようと思ってたんで、あの、そういうビフォーアフターみたいな配信とかね。あ、その子の？そうだよ、可愛くしてあげようかなって。美容に行ってお化粧とかね、可愛く服着させたりとかやりたかったんだけど、配信のあれでね。あ、でも、うん、でももう別れたいんだ。10円にしたら。10円ティナ、ティナ10円。10円じゃダメなの？万じゃなくて。ダメでしょ。なんで10円。10円じゃホスト行けないからじゃない。だってホスト行ったところで相手してもらえないでしょ。10万持ってて、ホストに相手してもらったところで10万持ってっても10分ぐらいじゃない、相手してもらえるの。持ってても10分だよ。10分。いや、しきさんホスト行ったことありますよ。一瞬でなくなる。いや、行かない、行くわけないじゃん。何行かなきゃいけないの。じゃあ分からないじゃないですか、しきさんには。ティナちゃんの気持ちは。あ、赤ずちゃん。はい。いや、ホストに対して差別してるでしょ、絶対これ。いや、ホストに対してって言ってないよ、別に。いや、好きはホストもともと嫌いだから。嫌いっていうか、まずそもそも同業だからさ、もともとね、飲み屋で。はい。だから、そんなん、10万円使わそうと思ったら一瞬じゃん。それが仕事だから。向こうの。10分で、シャンパン入れて10分で開けちゃうんだから。それに価値を感じてるからお金を払ってるわけでしょ、ってなっちゃう。あ、で、じゃあ本人が働いてやればいいじゃん。なんでゼロワンにちょうだいって。深いじゃん、リスナーさんが聞いてから。それはゼロワンさん、軽い気持ちで付き合おうとか言ったからでしょ。うん？それ軽い気持ちで付き合おうとか言ったから、自分もネタのために。ネタのために言うんだったら、じゃあこっちも金のために言うよっていう話でしょ。だって、下心があるんだから、ゼロワンさんね。あ、配信面白くなるかなと。でも行かないでって言ってるじゃん、ゼロは。アンケート絶対行ったの。じゃあゼロは清廉潔白な人間なんですかね。いや、そうじゃないよ。金を使ったら優しくしてくれるホストとなんか違うんですか、ネタのために優しくしてくれる男。ちゃんが言ってることも。いや、そんなこともないよ。ゼロはネタのために優しくしないよ。式に対する扱いとかやばいよ。いそれは閲覧があるから。式で数字取れるのに。でもゼロワンさん、好きで数字取れるのにアイテム飛ぶのに、好きに対してはめちゃくちゃひどいよ。好きちゃんはネタにしたことないよ。キャッシュカードとか、うん、でも好き、一回もゼロワンにそんなこと言ったことないよ。いいじゃん、それでも。うん、
それで、まあ、それで別に閲覧取ったってネタ、アイテム飛んだっていいじゃん別に。それがゼロワンのやり方なんだからいいじゃん。それをさ落とし込まないでもいいじゃん別に。それがムカつくからって。だからゼロワン行かないでって言ったんだったら行きたくない。ゼロワンのゼロワン信じて見たらいいじゃん。ティナちゃん分かった行かないって。じゃあホス私の永遠のホストになってって推しになってって。で隣に座ってもらってシャンパンシャンパン今夜はパーリナイって言ってもらったらいいじゃん。で一緒に楽しく飲んだらいいじゃん。そんな10万ちょうだい10万ちょうだいって怖いよ。そんな怖い顔してよ隣でなんか声だけボソボソ聞こえてきて10万10万って。そういうの隣に座ってもっと可愛く10円ちょうだい10円ちょうだいとかさ大好きじゃん、あキスしてチュッチュッとかさ今夜はパーリナホストやってもらえんな隣で。ちょっとホスト やってあげてゼロワン。じゃあね頑張ってよ切るよ。あれな何なのこの人は。姫おいでアドバイス採用するの姫採用するの。こっちおいで、うん、いやここをそういう流れじゃなかった。違う言葉を言わせるかどうかがゼロワンさんの手腕にかかってるんだよね。うんね、腕の見せ所じゃ。ちょっと響かない響かない。そのおいでで10万は違くない。だってそれ言ったら逆にだってさ、赤ずちゃんはティナちゃん友達だから風俗嬢とお客さんになっちゃう。ティナちゃんの気なんで赤ずちゃんいつも姫ちゃんズでもいつでも意見言ってるだけだし、ティナちゃんの気持ちは正直よくわからない。わからない分からない、うん、赤ずちゃんもわからないらしい。私も仲良くする人何人もならん。なんだろうこの会話を録音ならない。録音しなくていいよゼロワン。録音しようかな。しなくていいよ録音する人は。例えば今ツイッターってボイスメッセージあるんだね。でなんかボイスメッセージが来たんです。ちょっと関係ない話ですけど、リスナーさんからボイスメッセージ来て、ゼロワン様頭がおかしいので真面目にやりましょう。ゼロワンさん頭がおかしいので真面目にやってください。こうやってボイスメッセージが来たんだけど何それ隣にも行くし分かったごめんね案件だよ。安くないって言ってるの。安くないって言ってる。私は安くない。安い女じゃない。付き合ったんだぞお前のとは覚悟したんやぞってことだぞ。別れたくないってこと。あ別れたくないから言ってるってことね。付き合うことしたのもね彼氏だと思ったのね。まあちょうだい赤ずちゃん赤ずちゃんなんか、うん、さっきで言ってることが赤ずちゃんどう思う。ポンポンって飛んだけど、うん、これも赤ずちゃんも可愛きれないんじゃない。どう赤ずちゃんちょっとねよくわかんない、うん、ポンポンポンって金目的でしょ赤ずちゃん分かったでしょ。じゃあ寝るからもうベッドに。もう電話しなくていいから。いや電話別れたいのじゃん。別れよ。さっき別れよって言ったの何だったの。いや向こうは別れよって言ってきたから。それで終わりでいいの。10万だったら別れるよってこと。そう。え？どうしたの？言って。これ不正しかないの？うん？不正しかない。ニートですよ。ニートなの？そうハイパーニートなの。17年ニートのプロニートだから。タバコどっか買うお金ある？ない。タバコいる？あじゃあいいよいいよこれ一箱。これあげる。おおもらった。スーパーコジキにすがあった。さすがゼロワンさん。スーパーニートスーパーコジキ。ハイパーコジキ。さすがだ。俺のステッカーね。あ、欲しい。あのメルカリ出せば1000円ぐらいるから1枚。嘘。どんな。今もらった方がありがたい。悲しい渡し方。これ売りな。渋夏の名刺の方が入れる。何？そういう問題じゃないよね。なんで？いえ。あ、ありがとう。1枚ステッカーを。もらった。もらった。こんなでよかった。インスタありがとう。ありがとうございます。やった。赤ずちゃんには貴重なこれ。え、やった。みんなと違うの。違う。それね。え、見して見して。これ手作り。ゼロラジのあれだ。ゼロラジのゼロラジのやつ。ゼロラジのやつだ。うん、これはね。やった。ゼロありがとう。うん。赤ずちゃんのはただであげてないやつ。ゼロラジのこれ人気あるんで。どこに貼ろう。人気ある。なんか願掛けになりそう。ティナちゃんにはあげない。ありがとう。もらったもん。もらった。新しいやつあげない。ホストの方が好きだもんね。言ってるでホストにいくら使わなきゃ。今おつまみもいらない。使わない。
ホストってやっぱすごいね。七個。はい。ホストが出てた。いや、おつまみないです。たらことウインナーと感じ。たらこ？焼きたらこ。食べたい。食べたい。あと塩辛、タコはこれティナちゃんの予約して、あとこれプーさん買ってきたなんかパスタサラダ。ホストにここまでしていきたいっていう、やっぱホストって何がそんなに女の子を魅了するの？やっぱりあれじゃないですか、非日常を味わわせる、うん、僕がそのホストクラブにいた時の、うん、そういう時になんかあのホストクラブは、うん、あの高いお金を払ってきてくれてるお客様に非日常を味わわせなきゃいけないっていう風に言ってて、やっぱり一般人よりもなんかもうお姫様扱いしてくれるから、そこに多分惹かれちゃう女の子が多いっていうのは結構言ってましたね。俺じゃダメ？ティナ、俺がお姫様扱いするよ。でもありがとう。解決じゃん。しなくていいよ。ティッシュある？ティッシュ。あ、ごめんな。どうするこれ？どうする？こんなんいいよ、ニートなのに。一人刺す習慣ない。もらったことないんだけど。あがずちゃんにあげる。もらったことないんだけど、仲良くなかったぞ。いやいや、じゃあいい。プーさん配信してる？はい。今はしてないけど、すぐして。それ人？じゃあ、LINE 交換して。ありがとうございます。うん、で、ネタにしていいから俺。あ、うん、ありがとう。プーさんいい人だから僕も交換してもらってもいいですか？うん、で、寝にして配信中とか電話してきて、今度旅しよう。あ、旅したい。旅、旅炎上するけど。炎上するの？俺炎上系じゃないんだけど大丈夫。炎上軍に。俺炎上軍、炎上軍に。ルカ君も炎上軍入る？入ります。なんかまた新しいのできたね。旅部次世代のテロマンさん、うん、あ、匿名さん、ゼロマンさんのラインゲットで、ね、ちょっと炎上軍結成しました。また男さんに炎上軍、イエイ。炎上軍、イケメンとあの可愛いマスコットマスコット炎上軍です。10個あります。よろしくお願いします。よろしく。10個、匿名さん、えらい方になってきた。お、爆投げ、あー、ありがせ。赤野ちゃん最近どうなの？イベントとか。イベント全然出てないですね、病んでて。ランクは？ランクゴールドです。あ、ゴールドか。下がっちゃった。あー、1位来ちゃった。あれやすい。アムチン超えた。あ、10万ちょうだい。あ、くれるんすか？ありがとうございます。仲間の印にもらった、うん、ありがとう。仲間の印にいいの？ちょっとごめん、へこんでるけど気持ち。目の疲れ、いいの？優しいな、プーさん。ティナちゃんも今日からプーさんの仲間だ。ほら、仲良くしよう、ティナ。ね。じゃあ10万ちょうだい。そしたら仲良くするから。なんでお金でしか人と仲良くできないの？横に行くから。おかしいじゃん、うん、だって、ルカ君もプーさんもこんなこと誰も言ってないよ。プーさん、お金ないの？金ないよ。1万あげようか。いい。ほら。だってその、ほら、いいよ。もらうにはもらう、なんか理由がないと思って。ああ。俺、ホストは憧れてて、うんうん、ホストの動画すげー見てて、うん、ラン社長とかさ、はい、ラン社長って知ってる？ラン社長。結構有名な歌舞伎町の。あ、そうなんですか？今度見てみます。で、ホストも浮き沈みがすごい。浮き沈み、僕も激しかったです。赤ずちゃん、ゴミ捨ててくれる？うん。